と格闘技始めようと思ったきっかけは、20歳誕生日の時に、なんかこう今までの人生をなんかこう、とは全く違ったことをやりたくて、でダンスとかもやってて、で何か新しいことを始めようと思って、でも、ね、東京とか行こうかなとも最初思ったんですけど、でもなんか東京とかだと友達もたくさんいるし、なんかなんて言えばいいんだろう、こうそれじゃなんか全然なんかこう全く本当に変えたくて、でそれでいろいろなんかずっと考え。私になる前19歳から考えてて、でちょうどなんか回復した時になんか留学ハワイとか、 なんかまあ留学のなんかパンフレットの紙をちょうどパッて目に入って、そこからパソコンで調べて、でなんかいろいろ見てるうちに格闘技のハワイの格闘技留学が出てきて、で他のやつサイトでなんか他のやつを検索しても絶対それが最初に出てくるから、なんかずっと惹かれていっちゃって、なんかおこれはと思って行っちゃおうと思ってすごい単純だけどものすごい思い切りがある。そうですね。でまあなんかダンスとかの海外留学も考えたんですけど、なんか本当にずっと続くんだろうか、一回やって、でも中途半端だったからこれ多分違うなと思って新しいのを始めようと思って、で格闘技も好きだったし、なんか K-1 とか見てシャドウとかもちっちゃい頃やってたんで、なんかシュシュとか仲良くなった選手、仲良くなった選手は上村えりかちゃん、まあ、仲良くなったとか、まあ、セコンドとかも先輩、キックとか格闘技に関しては先輩で、すごいこういろいろ教えてくれたりとか、やっぱりこう姿勢、対する姿勢とか見ててすごい勉強に、すごい。の格闘家は結構たくさんいるんですけど、いいよかったですから、ボービーソウドソンみたいな、あやばいですねあのシュートボクシング の、 あの破壊神って言われて、あのボービーって言ってるからいつもなんかフルネームが分かんないんですけど、なんか分かんない、ボビーオルモンって言われてもどうなっちゃう、それ、いや、大丈夫あと、山本哲也さんと、トビー今田さん、顔は、あ、でも結構最近なんか肩寄らない、あ、なんかこう広い。その人もかっこいいし、あの人もかっこいい。かっこいいみたいな。雰囲気がかっこいい人がいるね。顔とかが綺麗系じゃなくても、綺麗系じゃない方がいいですね。綺麗系じゃない方がいい。なるほどね。綺麗系じゃない。ワイ。男っぽい感じの。そうですね。男っぽい感じの。ベイベーケン。やってるんだよね。やってます。普通に。勉強とかすんのあれ？そうですね、1ヶ月半ぐらい、もともとちょっとハワイでアロマオイルやってて、で、そのなんか勉強やって、で、なんて言えばいいの、こう資格みたいな、民間のサーフィケートみたいなの取って、鹿児島でやったりとか、友達にやってあげたりとかやってて、で、それで、そこからなんか、その整体する前にやってた仕事も、なんか、イベントコンパニオン、パチンコの、なんか、なんて呼ぶんだろう、コーヒー配る、コーヒーがあるみたいな感じのやつのマッサージバージョンがあって、それ結構長く働いたりとかしてて、で、すごい好きだったから、なんか、ああと思ってやりたいと思って、で、その知人があったから電話して、で、こうなんですけど、そしたら、じゃあ、研修してみようって言って1ヶ月半ぐらいのところを勤務して、その合間にずっと練習してみたいな感じで、毎日、ほぼ毎日、日曜日はお休みとか試合の時とかは休み、疲れるよねそうですね、疲れますけど、でも練習
しない方がなんかそわそわしたりする性格なんで落ち着かな、はい、逆に一回アマチュアで出たことがあって、その時は負けちゃったんですよ、キックで負けちゃって、でそれは悔しかったし、でもすごい華やかですごい舞台出たいと思った舞台でずっと出なくて、今回機会があってこう出させてもらって、すごいワクワクっていうか、あーってなんか格闘技始めた頃の自分からしたら、あーみたいな、で出れるようになったんだみたいな感じで嬉しいんで、すごい期待かかってるからね、やっぱみおちゃんが出るっていうのはね。あー、本当ですか、ちょっと頑張って盛り上げられるっていきたい、今日は、やっぱりチャンピオンになりたい、ちょっと出るのが欲しいと、はい、出るのが欲しい、気になる選手、気になる選手、フライ級、あとグレイシアさん気になるし、あと美香さんとか、やっぱりずっと自分が見てきた選手っていうのが、やっぱりこうすごい気になる、自分がどこまで見てるのかっていうのがあるし、今回は全力でいい試合をして、みんなに良かったねって言ってもらえるようないい勝ち方をいきたいと思います。応援よろしくお願いします。